摩擦チャンネル始まりました。今日は聞こえるこの音すごい音が聞こえてるでしょ。今日はね、はい、ここ羽田空港にやってきましたよ。ねえ、広いね。さあ、なぜね今日は羽田空港にやってきたかというとですね、まあ、僕の免許ね、車の免許ね、中型大型バイクね、まあ、免許持ってるわけですよ。次はですね、あれの免許取っちゃおうかなと。ジェット飛行機ね、免許取得をねしちゃおうかなと。自分で飛行機運転して外国行っちゃおうかなと。ということでですね、なんとね、この、大型で飛行機のですねシミュレーターがですね、この羽田空港にあって、ちょっと免許を取る予行練習をね、まずシミュレーターでやってみようかなと。まあ、実際本物の飛行機運転しろって言われたらね、落としたらこれ一機いくらするんだろうね。数十億円ね、一気に負債が。ここですか、ラグジュアリーフライト、パイオニアオブフライトシミュレーターエクスペリエンスインジャパンと書いてありますね。行ってみましょうか。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。マサトです。こんにちは。こんにちは。なんかここ、はい、フライトシミュレーターがあって、こう飛行機の操縦の練習ができるというふうに聞いたんですけど、はい、おっしゃる通りでございます。はい、あの実は、はい、扉の向こうに今見えているブルーの扉の向こうにシミュレーターがございまして、はいはい、思いっきり操縦の体験をしていただけます。なるほど、はい、ここあれですか、なんかこうさっき入り口にシミュレーターのパイオニアみたいなのが書いてあった。あ、そこ拾っていただいてありがとうございます。あの、はい、日本で初めてできたんですか。はい、一応そのつもりではおります。それは日本で初めてというのは、こう一般の人が練習できる場所が日本で初めてできたということですか。おっしゃる通りです。あのプロが使うガチなシミュレーターを一般の方でも楽しんでいただけるっていう施設がパイオニアです。じゃあここに来れば誰でも飛行機の運転の疑似体験ができるということですか。おっしゃる通りです。なるほど。じゃあ今回のシミュレーターっていうのはおいくらぐらいのシミュレーター。はい、あ、まあ数千万億はいかないぐらいかな。数千万、その機械自体が、はい、機械自体がですね、はい、そのシミュレーターはおいくらでできるんですか。はい、一般、まあ、大体に、まあ、数万円、1万円とか2万円ぐらいの価格帯で思いっきり楽しんでいただけます。なるほど、はい、あ、へえ、こうなってるんだ。あ、でこれ実際の本当にこれリアルな、はい、コックピットと同じサイズですか。もう本物とほぼ一緒です。ほぼ一緒。1ミリぐらいこっちの方がちっちゃかったかもしれません。1ミリ、はい、というかほとんど一緒ですね。はい、基本こう操縦士と副操縦士の2名で運転するということですか。はい、そうですね。左側は世界共通で機長で、はい、右側が副操縦士、もうまさにおっしゃる通りです。こちら機長の席。はい、今日は僕はどちらに。左に決まってるじゃないですか。機長でいいんですか。当たり前じゃないですか。もう、うわあ、じゃあお邪魔します。お願いします。こうなってるんだ、コックピットの中って。これ実際の飛行機とほぼ一緒なんですか。もうほぼ一緒です。はあ、なんかいろんなこうボタンというか、なんかこれ全部理解するのすごいですね。あ、はい、これ上にもなんかいっぱいボタンがあるし、はい、これがハンドルですね。はい、操縦桿ってちょっとパイロットっぽく呼んでますけど。操縦桿、これ右と左動きが一緒なんですね。はい、そうです。なのでキャプテンが操縦してるときは、はい、私ハンドル触れないんですよ。あ、そうなんですか。はい、2人で喧嘩したら力強い方を勝ってしまうので。はい、はい、なるほど。これ操縦士のキャプテンとか飛行機上で飛んでるときもずっとここに座ってるんですか。それがですね、その後離陸は絶対手動でやらなきゃいけないんですけど、はいはい、落ち着いたらここのパネルを使って自動操縦を起動させます。はい、ロサンゼルス10時間とか10時間ここに座ってるわけですか。そうですね、もうちょっとでっかい飛行機になるんで、はい、国際線になるともう少し快適なんですけど。はい、なるほど、そうなんだ。じゃあ
はい、早速始めてしまってよろしいですか。はい、じゃあお願いします、はい、じゃあ、まずこのさっきフォーカスしていただいたハンドル、はい、これ、まあ、車とほぼ一緒です、はいはい、まあ、左右のイメージは一緒です、はい、で飛行機なんで当然上下があるので、はい、上戻して引くと上に上がっていく、はい、はい、で前に倒して下、これは着陸するときに、まあ、はい、はい、例えばあの、なんだろう、分かんなくなったら、はい、ちょんまげがあるとしまして、はい、もうちょんまげをこう押したり引いたりすると顔が上がったり下がったりしますよね、そんなイメージでいくと、なるほど、なんとかなるかなと思います。はい、で、あとは足を使います。今、はい、私ちょっと見づらいですよね。このペダル動いてるの見えますか。これアクセルあるんですか。はい、あ、これですね、アクセルじゃないんですよ。何ですか。あのラダーペダルって言って、はい、主に地上にいるときに向きを変えます。あの飛行機の前のタイヤと連結されてます。ほう、なので、まあ、こう100分は一気にしかずに、ちょっと動かしますよ、はい、この状態ちょっと右足踏めますか。はい、そう、ちょっと右行きますよ。こうやって、あ、右に曲がります。左、オッケーです、オッケーです。ペダルの上の方を両足同時にじわっと踏んでもらっていいですか。じわっと上の方、上の方、はい、上の方、そうです、そうです。じわっと踏むと止まりません、飛行機。これブレーキです。あ、ブレーキ、なるほど、はい、なので飛行機のペダル今2つあるんですけど、はい、右のタイヤ左のタイヤそれぞれブレーキがバラバラなんですよ、はいはいはい、なので着陸の時当然ブレーキかけるんですけど、はい、テンパって右だけバーン踏んだら思いっきりバコーンドリフトするんで、なるほど、はい、両方一緒にじわーっと踏むってなったらじわーっとがいいと思います。っていうのが足、あ、はい、じゃあこれタイヤは足で、はい、動かし、でこのハンドルはどこを浮き上がったら、そう、羽がパタパタ動いてます、はい、なので離陸するぐらいのスピードになったらこいつが動かせるようになるので、引いたら羽がクイッて動いて空気の力でふわっていきます。はあ、そんなイメージです。で右に曲がりたいというか、こっち右です。そうです、そうです。で左、はい、その時はもう飛んじゃえば足は、これ飛んじゃえばもう足は、これ離陸の時だけです。あ、着陸の時だけです。飛行機が地面にいる時に使うっていうイメージで今日は持ってもらえれば、うんうん、はい、はい、本当はもっと細かい付け方あるんですけど今日はもうどうでもいいです、はい、はい、で、あとは右手はここです、はい、左エンジン、右エンジン、これを両方持ちまして前にやったら飛行機が前に行きます。こんな感じでパワーが上がります、はい、これはもう飛び立つ時にこう前に、そうです、スーッと前にやるとまあフルスロットルです。これ名前がスロットルなので、はい、マサトさん多分強いと思います。スロットル、バイクで慣れてると思うので、はい、はい、じゃあもういきなり飛び立っちゃうんですか。もう いいっすか、はい、ということはこれ、はい、はい、フルスロットルですか。 OK です。その前にキャプテン、はい、儀式があります。儀式、はい、はい、このポッチちょっと持ってもらっていいですか。これをゆっくり後ろに2回カチャンカチャンとお願いします。 OK です、OK です。で、ゆっくりもう1回前へ。 OK で、最後もう1回前。離陸前になりませんか。なんかなりますね、この音、はい、鳴らしてるのここです。ほう、これ何の音なんですか、はい、これ離陸の1分前の合図を客室に知らせます。で知らせると CA さんが皆様にご案内いたします、はい、このアナウンスをします。よく聞くやつですね、これ。なるほど、はい、これやらずに行っちゃうとお客さんびっくりしたので、あ、はい、1分前なんですか、これ基本は、はい、ただそうじゃない時も多々あると思います。なるほど、出発じわーっといきます。じわっと、イメージは最初ちょろっと、後からスーッと2段階でいきます。おお、ちょっと進んできましたね。いいですね、いいですよ、いい感じです。じゃそのままゆっくりじわーっと止まるところまで行っちゃってください。おお、スピードが、おお、結構上がってきた。もっと行っちゃっていいですよ、スーッと。お、オッケーです、オッケーです。ちょっと曲がってないですか。はい、ちょっと左足です。左足、はい、足、地上では足、OK です。キャプテン、キャプテン手も動いてます。はい、足、OK、いいぞ、OK、OK。ちょっと右足、OK。スピードが、OK、もう離陸できるんで、はい、ハンドルゆっくりじわじわ後ろに。OK、いいぞ。OK、浮き上がったら力抜いて戻します。OK、ナイス、いいぞ。あ、もうこれ勝手に、もう上がりました。OK です。今、なんか空しか見えてなくないですか。飛行機、こんなんだと上がっちゃってるんで、ちょっと下げます。地面が見えるくらいまで。ゆっくり前に倒しながら、この途中音、はい、これ変わるじゃないですか、はい、いつもちょっとドキッとするんですよね。あの離陸の時のフルパワーって、はい、そんなに長く使えないんですよ。あのバイクでいうレッドゾーンにずっと入ってるような状況なので、はいはいはい、途中で絞ります。そういうことか。これちょっと下向いてないですか。そうですね、ちょっと上にです。イメージとしてはこう窓から見える景色あるじゃないですか、空と地面が半分ずつぐらい、ちょうど、ね、地平線がガラスの真ん中に来ればまっすぐ飛んでくれます。そうです、そうです、そうです。こういうことで
ですね。あ、右手にはスカイツリーが見えて、じゃあもうそのままスカイツリーの方行ってしまいましょうか。こう曲がる、お願いします、お願いします。東京、あ、これレインボーブリッジですね。で傾いたらちょっと力抜いてみてください。ここがバイクと違うところです。飛行機と、あの飛行機は傾けたらそのままずっとまっすぐ行きます。あとちょっと下がってきたんで少し引きながら、下がってきた、そうそうそう、今のこの2000っていう高さだとスカイツリーちょっとぶつかりそうなんで、もうちょい上がる、ゆっくり上がります。OK、上がりすぎるとスカイツリー見えなくなっちゃうんで、OK です、OK です、そうそうそう、ちょっと上がりすぎか、あ、もう普通にうまいっすね。そうっすか、はい、そうっすか、すげえ、すげえ、すげえ。これ実際の飛行機もこういう感じなんですか。はい、だからマジですごいですよ。飛行機操縦してるようなもんってことですよね。はい、一緒です、一緒です。これ飛ばせたら俺飛ばせるぜって言ってしまって大丈夫と思います。はい、 OK、 じゃあぐるっと都心回りますか。はい、ちょっとね旋回を入れると難しくなるんで、はい、飛行機って傾ければ傾けるほど地面に引っ張られていくんですよ。下がっていっちゃうんですよ、はい、なのでその感じを掴んでほしいので、ちょっとこう左回りでいきますか。傾けながら、傾けながら、はい、そうそう、だんだんなんか地面が迫ってきますよね。高度ちょっと下がってますね。そう、ちょっと支えます。はいはい、ちょっと引くわけですね。そう、おー、もう線切っちゃったよ。もうちょい、もうちょい、もうちょい、 OK で傾いたら一回力を抜いてハンドルはまっすぐにします。で待つ、そう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 。マドさん上手いから余裕あるかな。このちっちゃい白い針見えます、はいはい、これ下がってる前提なんです。下がってますね。なんでこれをちょっと上げる感じ、そう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 、OKOK。 今このバンクアングルってコンピューターのおっさん怒ってますけど、はいはい、傾けすぎだぜって意味なんですよ。なるほど、なるほど。ちょっとお客さんがビビっちゃうぐらい傾けてるんで、そうそうです。ちょっとナイスサンド、ナイスサンド、やばいやばい、 OK です、上がりすぎ、上がりすぎ。これ多分客室大変なことになってるよ。まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。 OK です、 OK、 OK、 よし、落ちる。あ、この感覚ちょっとなかなか難しいね。ナイス、ナイス、ナイス、 OK です、 OK です。今ちょうどお台場上空まで戻ってきました。また戻ってきました。これがね羽田空港なんですよ。はい、もうちょっとだけ練習して、あそこレインボーブリッジですね、はい、もう一人で着陸できるように。着陸ってこれ一番難しくない、はい、いやこれねお願いしたいですね。いけると思います、大丈夫です、はい、あの白いライトが滑走路の入り口だぜって意味なんで、はい、あそこに向かってコントロールしてみてください。あ、でもこれ一番難しいですよね、やっぱ着、これそうそうそう、もっと下がって、そうね、もっと右、もっと早めに右、早めに動かさないとやべえ、そうそうそう、まあ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 、OK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 、ちょっと左、ちょっと左、いいですよ、いいぞ、ゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。あ、これちょっと難しいぞ。いけるいける、大丈夫です。で、手前じゃなくてなるべく遠く見てください、はい、そしたらね、落ち着いてくるんで、そうそうそう、 OK、 ナイス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 、 OK、OK、 OK、 OK、 キャプテンキャプテン、ターミナル、ターミナル、やばい、ターミナル、やばい、 OK、 OK、 ターミナル、やばい、 OK、 いいですよ、いいですよ、 OK、 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 キャプテンキャプテン、ターミナル、左へ、 OK、 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 いいですよ、で、ここは一回、 OK、 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 いいですよ、無理せず無理せず、OK、 一回こう手の力抜いて、ゆっくり後ろに引いていきましょう。ゴーアラウンドします、やり直します。 OK、 ナイスナイス、これちょっと足りないですね、距離が。さすがに止まれないですね。止まれないですね。いいです、高度が今154m、 今1100m150m ですね。 OK、 OK、 これなんか曲がって入っちゃうような感じですけど、ちょっと曲がって入ってますけど、いいす、大丈夫です。もう今日初めての着陸ですから、滑走路の枠の中に入ればもう大成功です。はい、なんとか芝生に行かないように行きます、はい、今からそうそう、ちょっと曲げなくていいですか。ちょっと左ですかね、ちょっと左、そんな感じです、そんな感じです。 このレールの上を飛ぶようにコントロールしてください。曲げすぎちゃうとやばい。うぃーす、 OK、 ナイスナイス、大丈夫です、マニアマニア、はい、さっきよりもコントロール上手になってるから、そうゆっくりで動かしたら戻す、戻す、待つ、待つ、そうそうそう、これやっぱ時差がちょっと難しいですね。そうなんですよ、数秒遅れるんで、ちょっと左に切って、OK、もうちょい左に切って、オッケーオッケー、ナイスナイス、待つ、そうそう、すぐ戻す、そう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 、オッケーオッケー、で後ろのタイヤからつけるからちょっと引く、1秒後ろに、オッケー、1、そんな感じ、オッケーオッケー、ちょっと右、オッケー、ナイス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 、よし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 、ナイス、オッケー、でこっからは足使って、右手はこれ、このレバーカチャンと上に上げてください、逆噴射、オッケー、逆噴射、ナイス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 、例の両足ブレーキいきますか。つま先でペダルの上を軽く踏んでみてください。じわーっと踏むだけでブレーキかかります。OK、OK、かかってます、かかってます。お、無事。
無事着陸できましたね。なるほど。でサイドブレーキ引きます。これカチャンって指で持ち上げて OK です。これで、あ、無事。普通にセンスありますね。いやあ、でも リアルがこんな感じなんです。はいはい、すごいです、すごいです。でもこれ初めてこう飛行機乗った時ってこのフライトシミュレーター通り乗れるんですか？あ、でもそんなに違和感ないと思います。違和感ないですか？はい、これが上手い人は多分本物の飛行機も普通に上手いです。でもこれね、 お客さん200人とか300人ぐらい乗るわけですよね。はい、結構なプレッシャーがあるような気しますけどね。いやいやいや、でも何万人の観客背負うよりは。いやいやいや、その命背負ってますからね。それはただ見られてるだけで。今ハワイです。ハワイ、はい、もう今回はちょっと遊覧飛行メインで、はい、なるべく高度は上げずに、はい、しっかりとホノルルの街を見ながら無事に生きて帰ってこうじゃないかという流れでございます。はい、ちなみにこっち側はホノルルでいいんですけど、向こう側行くとあの普通にアメリカ軍の基地になりますんで、はい、最新の注意を払いながら行きます。何でしょう、パールハーバーですか？パールハーバーですね。パールハーバーですね。はい、パールハーバーです。じゃあキャプテンよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ私が客室知らせときます。お願いします、キャプテン。はい、これはい、あ、今サイドブレーキは外れたので OK です。このままゆっくり前に出していただければ OK です。OK です、レッツゴー。 OK で高度2000をキープします。 OK です、今ほぼほぼ2000です。 OK です。ホノルルの街ですね。ホノルルの街です。 OK OK、でダイヤモンドヘッドの先端目指して、はい、OK です。それそれそれです。ちょこちょこってさ、ちょいちょいじわーってやって、そうそうそう、 OK です。そう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 、うまい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 、 OK です。でチラッと高度見て高くちょっと上がっちゃってるので、はい、少し下げる OK。 空と地面を半分ずつにすればまっすぐ飛んでくれるイメージです。そうです、ビタビタに水平飛行してますね。すごいですね。ちょっと慣れてきましたね。高度変わんないですね、マジで。大丈夫ですね。2800m。すげえ上手。これでももっと高いところを飛んでるのは700キロとか800キロぐらいですよね。はい。高度が低い時って下に空気がいっぱいあるので、はい、人間で言ったらプールの中歩いてるみたいな、ちょっと抵抗多いんですよ。で上に上がれば上がるほど空気抵抗減るんで、パコーンいけます。いやこれ着陸多分いけますよ。いけますか。はい、今3180フィート。はい、よしよし、いいっすよ、そうナイス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 。ビーって引っ張ってきて、次ここです。そう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 、でも飛行機ってこういう動きしますね、はい、そうそうそう、で次ビーって次ここ、次ここ、これこれ、次ここの上、ここの上、ここの上、そう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 、それ。オッケーオッケー、いいっすよ。オッケーです。だいぶ入ってきましたね。オッケーです。で、あのピロピロライト、ピロピロライトの正面です。あ、いい感じで。いい感じ、いい感じ。いい感じで。オッケー、このまま500まで下がりましょう。500。はい。オッケーオッケー。オッケーオッケー。なんとかなる、なんとかなる。で、慌てずにここ、ここ目指す。もっと左、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 もっと左。オッケーオッケー、いいっすよ。もうちょい左。ナイス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 。オッケーオッケー、高度がちょっと下がってる。オッケー、ナイス。飛行機をまっすぐに、まっすぐに、まっすぐ水平、まっすぐ水平、OK、もうちょい、もうちょい右、もうちょい右、OK、いいですよ、OK、OK、ちょい2秒ぐらい、1、2、OK、ナイス、ナイス、ナイス、OK、いいですよ、いける、いける、大丈夫、大丈夫です、やばい、OK です、腕力で行こうとすると落ちるので、ゆっくり左、ゆっくり左、いいですよ、で、遠く見る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 、ちょっと右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 、もうちょい右、もうちょい右、いいですよ、いいですよ、OK、OK、大丈夫、いけますよ、大丈夫、いける、いける、大丈夫、大丈夫、いける、いける、ちょっとやばいかも、左、うわーせーおーとこーといった。 OK キャプテン、逆噴射、逆噴射、 OK からの足、 OK 今ブレーキがかかってますかね。ナイス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 、おちゃんと真ん中決めますね。これこんなん行けたんですね。すぐ行きました、行きました。ほう、無事。ちょっとバウンドしましたけどね。そうですね、ちょっとお客さん何かムチ打ちになってると思います。はい、今日はですねフライトシミュレーターに乗ってですねハワイ、
このルルをですね飛んでみました。まあこれはフライトシミュレーター通りにこうだいたい飛行機は操縦できるっていうんだけど、まあ、なかなかセンスはあるというふうにね褒められたんだけど、これ実際の本当にこれが飛行機だったらちょっとこんな簡単に飛べないね。やっぱりプレッシャーあるし、まあ、お客さんを乗せなかったとしても一歩間違えると大事故じゃないじゃないですか。パイロット機長さんのですね凄さがちょっと体感することができたかなと。300人くらいの命を背負って飛んでるわけでしょ、まあ、ちょっと俺無理だね。これ体験できるんでしょ。はい、一般の方も体験できるということなんでね、ぜひ皆さんも興味あれば体験してみてください。ということで今日はですねフライトシミュレーターに乗って、飛行機の操縦をしてきました。ということでさようなら。